はい、どうも、新山です。こんにちは。今日は自宅にいます。で、二郎系の、ウーバーイーツを、2品頼んでみました。一つは、まあ自分の店なんですけど、ラーメンエボシの中、汁なし。で、もう一つが、麺屋鳥次郎栄店。ね、普通盛り2つ頼んでみました。まあ勉強というのもあるんだけど、急にね、こう二郎系のウーバーイーツってどんな感じでやってんのかなと思って。ああ、何これ。あ、野菜が上。あ、そういう感じ。めっちゃ麺細いやん。スープが下にあって、麺は麺だけで。あ、そういうこと。で、具材は具材で。あ、しかもこれ。ちょ、待って。あ、ニンニクはニンニクで別。繊細。二郎系なのに繊細。これはこれで多分レンジでチンするんやな。温めてください的なノリやな、これ。じゃあちょっと温めます。まあ、何も何分温めてとかそういうのが入ってなかったんで、まあ適当に、おそらく2分ぐらい電子レンジで温めるんかなーっていう。こういうのってやっぱ何分温めてくださいみたいなやつ入ってるとありがたいですね。ちょっとこれは後で。じゃじゃーん。おお。いや、おおじゃない、普通か。熱々やん。へえ。あちゃ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 、熱々熱々熱々。で、これをスライドして。熱々。ああ、なるほどね。こうやってほぐすと。おお。麺が固まってるんで、ほぐすときに自分にかかるの注意。いや、普通注意できるよな。俺が変なんだな、多分。やられた。よいしょ。よし。で、野菜を。二郎系か、これ。そしてこう、チャーシューもなんかすごい。これ普通のラーメンじゃない？ニンニクはこんな感じ。こういうラーメンになりましたよ。はい。いただきます。
うん。熱々。電子レンジ2分は超熱々になってうまいね。うん。細麺。完食。なんていうんかな、二郎系だと思って注文するとちょっと肩透かしを食らうかもしれないな、これ。結構博多ラーメンみたいな細麺なんで、美味しいっ
鶏白湯だと思って注文した方がいいかもしれないですね。野菜が乗った美味しい鶏白湯、はい、美味しかった、ごちそうさまでした。これ、今食べたラーメンがこちらです。麺屋鳥次郎栄店ね、ここの店で注文して食べてみました。はい、はい、続いてはラーメンエボシの、汁なしラーメン。これね、自分でも初めてです。ウーバーで食べるのは初めてです。他のラーメン屋さん、二郎系のラーメン屋さんの二郎を食べて、エボシの、ウーバーイーツも食べてみようと思って、今日はね2食連続で、はい、ダダン、はい、なんかねいろいろ書いてありますね、手書きで。まあ若干こういうの嬉しいよね。感謝って書いてあるのかな、これよっ、よいしょ、なんか、あ、見えないね。あ、見える、こうしたら、こんな、なんか手書きで書いてあります。よいしょ。さあ、中身といえば、はい、中身はこんな感じ。おお、あ、こういう風、具材がこんな感じで、お、背脂たっぷりやん、いいね。はい、これどかして、あ、麺が下に入ってます、これね。よいしょ、やば、これ、あ、固まってるね。結構、あ、お、固まってるね。これはちょっと、温めたいと思います。よいしょ。これをこう戻して、この状態で、電子レンジ、行ってきます。はい、できました。ではオープン。ん？おお、おいいね、いいね、いいね。じゃあこんな感じね。さっき見せたか。熱っ、あたたたたたた、熱いぞ。あちゃ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 、あちゃ、熱っ熱っ熱っ。ちょっと待って。これはこういう感じで、よし、スライド。おお、うまい、うまいこといくやん。じゃじゃん、どう？結構これ迫力あるよね、これ。おお、おうちでラーメンエボシ、これ二郎系、これもうほら、ほらほらほら、もうチャーシューもごっついよ、これ。でーん、よし、ではいただきます。柔らか、すごいな、麺量がやばい。
うわうん、やばい、めっちゃボリュームある。あれ。